アマンダ・ベス・ウィンリーは、テキサス州ヒューストン出身の、アメリカ合衆国の声優、脚本家、録音監督であり、主にアニメーション作品の吹き替えを本業としている。彼女は、ハック、サイのミミル、ガンスミス・キャッツの、ラリー・ヴィンセント、魔物ハンターのの・アヤカシコの魔の洋コ、ヘキキキ魂ブルーシードの藤宮公用の声を、担当し、有名な、新生紀エヴァンゲリオンにおける、 綾波なみが、その代表作である。声の仕事とは別に、彼女は、頻繁に作品の販売や ADR、ER、の監督、及び自身の吹き替え会社外人プロダクションズ、LLC の様々な企画書の執筆も手がけている。なお、結婚する前の彼女は、アマンダ・ウィンと、表記されていた。リージョンコード1の DVD、新世紀エヴァンゲリオン劇場版、エアー、真心を、 君ににおける、オーディオコメンタリーでは、声優仲間のタリー人ジャフヘト夫でありまた、外人の共同所有者でもあるジェイソン・シーリーと共に、彼女の声を聞くことができる。また、ウィンリーはアニメから仕事の幅を拡大し、バンジー・スタジオの TV ゲーム、鬼では、主人公この子に声を提供した。新生系バンゲリオン劇場版、エアー、真心を、 君にと、新生系バンゲリオン劇場版シと新生の、英語版で、ウィンリーが、ADR 監督、吹き替え台本作家及びプロデューサーをこなしたほか、英語版の、デッドリーブスと R、RODREADOR 大マイナスでは、監督と、主要キャラクターとを務めた。また彼女は、外人プロダクションズの設立前は、ADV フィルムに長く、席を置いていた。 2004年11月にアマンダとジェイソン・リーの息子、ニコラス・リーが誕生した。すぐに、彼女の息子には、小児白血病の罹患が見つかり、彼は一切の誕生日を待たずして大掛かりな治療を、余儀なくされた。息子の世話のため、アマンダとジェイソンは、数年の間、どんな新しいプロジェクトにも関わることはなかった。しかしながらニコラスは、医師団が彼の眼再発の危険性の、 ベンチマークとしていた2008年11月までの3年間に発症することはなく、事実上癌は消失している。2007年の何ですかにおいて、彼女が新作映画、エヴァンゲリオン新劇場版で、持ち役への復帰を希望している胸が、声優仲間でまた彼女の友人である、怒り新事役のスパイク・スペンサーによって伝えられた。2009年5月、 北米のアニメーション配給会社ファニメーションは、エヴァンゲリオン新劇場版、ジョノ、アヤナミレイ役は、ブライナ・パレンシアが担当すると正式発表し、事実上の持ち役交代となった。しかしその後、シリーズ最終章にあたる新エヴァンゲリオン劇場版が、アマゾンプライムビデオにて2021年8月13日から、世界240カ国以上の国や地域で、 独占配信が決定すると、アマゾンプライムビデオ内で配信される、新劇場版、全4作品の英語吹き替え版キャストに、彼女が、綾波なみ役として17年ぶりに復帰することが、正式発表された。英大アルファベット順、太字は、主役、主要キャラクターエヴァンゲリオン、1.0、S イングリッシュダブキャストアウンスト。ありがとうございます。